近体がすごく辛くなってきたなと思うんですけど、それとは裏腹に全く体が動かないんですよ。ちょい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 、俺のアイデンティティこのメガネだけ？メガネ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 、はい、言うとりますけどね、まあ、要するに僕この佐藤健全くキャラがないと、全然キャラないなと思うんで、今日はまあ有名な戦国武将憑依させてショートコントしたいと思います。まずは織田信長憑依。どうもー、織田信長でーす。ショートコント本能寺。あー、暗くなってきたし明かりでもつけよう。火がすごい曲がって熱い熱い。本能寺の変。どうでしたか皆さん、織田信長のショートコント。次、織田信長にゆかりがある明智光秀憑依させたいと思います。憑依。どうも明智光秀です。ショートコント本能寺。あ、信長様がいる。本能寺が焼けてる。消火しなくちゃ。バシャバシャバシャ。豊臣秀吉、バカ野郎、バシ、何すんだよ。お前が信長様を殺したんだろ。違う。皆さんどうでしたか、明智光秀のショートコント。次、最後なんですけど、豊臣秀吉に憑依させたいと思います。豊臣秀吉に憑依。どうも豊臣秀吉です。ショートコント、電車。あ、おばあちゃん、もしよかったらこの席にどうぞ。この席に座ってください。ソニーブーム。いや、お前おばあちゃんじゃなくて一つのガイだったんかい。トントミヒロシ関係ないんかい。以上、佐藤健でした。どうもありがとうございました。